ネオファシズムは、ファシズムの多大な要素を含む、第二次世界大戦後のイデオロギーのこと。またネオファシストは、ベニート・ムッソリーニや、イタリアのファシスト、または、その他のファシストの指導者や国家への敬愛を表明する、人物や集団への呼称である。ネオファシズムは通常、ナショナリズムや、反移民主義、または、先住民保護、反共主義、反自由民主主義などの主張を含む、 しかし具体的にどの集団や範囲をネオファシストと呼ぶかは議論が多く別称として使われる場合も多い。第二次世界大戦後のいくつかの政権はその権威主義的な性格やしばしばファシスト的な思想や儀式などの外見によってネオファシストと呼ばれてきている。第二次世界大戦前のファシズムよりもネオファシストの運動はより明確に右翼であり、 急進主義的右翼と関連するようになったアルゼンチンで1946年から1955年及び1973年から1974年に大統領となったフアンペロンはムッソリーニを尊敬しコーポラティズムの要素に影響された彼自身の統治を構築したがより多くの見解ではポピュリズムと考えられている。 ボリビアのボリビア社会ファランヘ島は1937年に創立され、20世紀半ばのボリビアの政治で重要な役割を演じた。1980年に大統領となったルイス・ガルシア、メザ・テジャダの政権は、イタリアのネオファシストのステファノ・デレ・チアイエや、ナチスの戦争犯罪人のクラウス・バルビーや、ブエノス・アイレスの軍事政権の援助も受けて、コカイン会社とも呼ばれた。 この政権は、ネオファシストの傾向や、ナチスの取り巻きへの敬愛などで批判されてきた。ギリシャの政治におけるファシズムは、ギリシャ国家社会主義党があるが、大衆の支持は限定的である。1950年代から1960年代の間、ギリシャのネオファシストは過激な分派によって構成され、その一つが政治家のグリゴリス・ランブラキスを1963年に暗殺した。 1967年に政権を奪取したギリシャ軍事政権は1936年から1941年のヨアニス・メタクサスの統治の影響を受けたが、しかしその政権はファシストの性質ではなく軍を基礎とした反共主義、超国家主義、権威主義であった。民主政権が復活した後の1974年に、 前の軍事政権の指導者のゲオルギオス・パパドプロスは、政党を支持するナショナルポリティカルユニオンを設立して、引いたが、ネオファシズムではなく、権威主義で、ギリシャ政教のエラズトン・エリノン・クリスティアナンの概念であった。ギリシャのネオファシストは、非常に少ないが、少数政党の周辺に存在し続けており、非常に稀には、議会の議席を獲得することもある。 グアテマラの1953年から1980年代は、ファシストと自己定義するマリオ・サンドバル・アラー君が指導する国家自由運動がアメリカ合衆国に支援されたクーデターにより民主的なハコボ・アーベンズ・グースモン政府を崩壊させた。イラン国家社会主義労働者集団は、イランのネオナチ集団の一つで、現在も存在しているオリジナルの直接の後継者で、あると主張している。 しかしインターネット経由で見る限り、勢力拡大は困難と見られる。彼らは現在、オリジナルの党と同様に、反イスラムとアーリア人の自己同一性の政策を保持し、ユダヤ人とアラブを彼らの二つの主要な敵と主張している。スムコは、同様に少数派のイラン国家社会主義党や、アーリア人同盟には関連しておらず、スムコはいかなる形態の共産主義にも反対している。 戦後、ムッソリーニやイタリア社会共和国に参加したものによって、イタリア社会運動が結成され、イタリア議会に左右派として、それなりの勢力を持ち、キリスト教民主主義と連携して、与党入りすることさえあった。1970年12月、イタリア社会共和国にも参加したユニをバレリオ・ボルゲーゼは、ステファノ・デレ・チアイエとともに、ネオファシストの政権樹立を支持する。 クーデター計画であるゴールプボルゲーゼを試みた。ネオファシストの集団は、1969年の、ヴィンチェンツオ・ヴィンチグウェラによる、フォンターナ広場爆破事件に始まり、武装革命中核による1980年の、ボローニャ駅爆破テロ事件で終了したと、通常考えられている、いろいろな偽旗作戦のテロ攻撃を採用した。1990年代からジャン・フランコ・フィーニが、 イタリア社会運動を恩恵保守色を強めた国民同盟に改組し、ムッソリーニやファシズムの過去と距離を置き、さらにはユダヤ人グループとの関係改善をも図った。これら恩恵化の動きに不満を持ったアレッサンドラ、ムッソリーニらは社会行動を、他のものは社会運動、三色の炎を結成するなどして、ネオファシズムの活動を続けている。 レバノンでは1982年から1988年の間、キリスト教右派のカターイブ党が自身の紙幣を背景にスペインのファランヘ島の影響を受け国の中で名目上は力を持ったが3分の2はイスラエルとシリアの軍に支配されていた非常に分派化,化された国の中では限定的な権威しか持たなかった。アメリカ合衆国でネオファシストとされる集団の多くは ナショナルアライアンスやアメリカナチ党などのネオナチ組織を含んでいる。第二次世界大戦後のアメリカ合衆国にマッカーシズムなどを含めてファシズムの要素が存在したかあるいはしなかったかは現在でも大きな議論となっている。1951年に反ヨーロッパナショナリズムの推進を目的にネオファシストのヨーロッパ規模の連合である新ヨーロッパ秩序が設立された。 より急進主義的な文化集団には、ヨーロッパ社会運動、イザムも存在した。ネオの起源は、1951年の丸目会議で、人種差別や、反響の表現が不十分であるとして、イザムへの参加を拒否した、ルネ・ビネやモーリス・バーデッシュに率いられた反逆者、集団だった。結果的にビネは、共産主義者と非白人への改善を誓う、第二集団を立ち上げるために、 同年にチューリッヒで開催されたガストン、アーマンド・アムード・ルースの第二回会合に参加した。複数の冷戦時の政権と国際的なネオファシスト運動は暗殺や偽旗作戦の爆破事件などの作戦を協業した。イタリアの緊張を高める戦略を行ったステファノ・デル・チアイエはチリの暗殺や殺害作戦であるコンドル作戦に参加し、1976年に キリスト民主党のベルナルド・レートンの暗殺を組織した。シスミーの援助でフランシスコ・フランコ統治下のスペインに逃亡したヴィンチェンツ・オヴィンチグマラは1972年のペテアの攻撃に従事して終身刑を宣告された。第二次世界大戦後のネオファシスト運動を記述した文献には以下がある。ありがとうございます。